あと、キャベツと、あとやっぱりいいのが薄揚げ、いい仕事します。すごい、出汁吸って、うまいです。2年前の賞味期限切れた丸太ラーメンですけど。 いつも食べてる丸太ラーメンとは、まあ似てますけど、一応種類は違うみたいですね。やっぱ具材がこの中入ったら。 食席になんですけど、食席と言えないほどうまいです。まあ汁は結局、湯はねだいぶ多めに入れてます。
その方がシャバシャバでうまいんで、その分味が薄くなってる分、あの具にね味付けしてるんでちょうどいい感じです。マルタイラーメンの良さっていうのはやっぱり味もあるんですけど麺にありますね。麺を片面で茹で上げたらめっちゃうまい。これふにゃっとしてね、あのよくある食付きラーメンのふにゃふにゃふにゃの感じは一切ないです。2年前に賞味期限が切れたマルタライムのうまかったです。ありがとうございます。この後どうなるか分かりません。以上です。多分大丈夫です。